たか鳴き声をでかい体も命は一つ何万年もの長い眠りの目を覚まされたティラノサウルスよ、いつまでも。最大時速は180キロだ。水上を走るときは水の上も走れるんですか？そうだよ。学校新聞に写真を載せるよ。それでは隊員の皆さん一人一人に伺います。はい、何でも聞いてください。全国代表の豆記者だなんて言われると俺上がっちゃうよ。ボフリ隊出動用意。ボフリ隊出動用意。保護地区でティラノサウルスが柵を破ったそうだ。直ちに出発。了解。豆記者君も我々と一緒に行きますか？わーい、君たちも保護地区へ行けるんだよ。保護地区って助けた恐竜たちが楽しく暮らしてる島なんだよ。何千万年も昔から土の底で生き残ってきた恐竜たちは急に地上に出てくると食べ物もないし温度や湿度も違い、みんな死にそうになるんだ。だから僕たちが生け捕りにして暖かくて食べ物もいっぱいある島へ連れてくんだよ。それが南太平洋のサロン島なんだ。ここは気候も生えている植物も1億年ぐらい前とそっくりなんだ。だから世界中で捕まえた恐竜はみんなここへ運ばれてくるんだよ。ティラノサウルスは管理ナンバー A13 号です。 A24 地点から姿を消しました。了解、直ちに捜索に移ります。管理ナンバー A13 号はカナダで保護したティラノサウルスです。ものすごく乱暴なやつだったね。ああ、手こずったな。牽制するから麻酔砲を撃ちまくれ。了解。撃て。
に。ジョージ危ない。あいつが柵を破ったとなるとこれは大変だぞ。急いで探し出すんだ。ボーンフリー号、こちらパトロールヘリ3号、負傷したトリケラトプスを発見。位置は A33 地点。了解ゴンさん、 A33 地点へ急げ。了解。あ、いた。ひどく衰弱しているわ。ゴンさん、ガラさん、大丈夫よ。急に動き出すようなことはないと思うわ。思ったより軽いわ。あのトリケラトプスはオーストラリアの山の中で保護したんだけど、あの子供はまだ卵だったんだ。え、卵？すごい地震で危なくなってもトリケラトプスは穴の中へ入ってて出てこないんだ。トリケラトプスを救出する。あの子供がそうなの？うん、よかったね。そのままだったらとっくに潰れてたろうな。治療終わり、明日になれば元気になるわ。よかったわね。恐竜の声だ。足音もする。2頭が争ってる。方位 LW220。 狂ってる。頭に怪我してますよ。脳神経をやられたな。ゴンさん、2頭を分けろ。
水砲発射。ネット砲発射。恐竜を生け捕るか分かったろ。脳波計を取り付けたから異常があれば分かるわ。どうして分かるの？電波で脳波を送ってくるのよ。捕まえるときはものすごく大変だったんだぜ。僕たちは親子を保護して安全なところへ連れてってやろうとしてんだけど、親は子供を取られると思い込んでんだよ。よし、作戦開始。食べられちゃうだろう。得意だぜ。そうだな。取材の方はマサオ君に任せといた方がいいみたいね。お互い子供同士何でも話し合えるからな。うん、マサオに任せよう。保護地区にいる恐竜たちを全部見せてあげるね。テラノドンだよ。いいやつで仲良しなんだけど、いたずら好きなんだ。ほら、よせよ。いたずらはよせよ。あいつ、もう餌をやらないぞ。もう少しで焼け死ぬところだったんだ。怪我をして飛べなくなっているところへ山火事が近づいてきて、僕たちは何とかしてテラノドンを飛ばせようとしたんだけど。
気流がものすごい。ちょっとでも飛び上がれば攻めたものなんだが。ダメだよ、根性を出すんだ、根性。もう一度頑張るんだ。寺尾ちゃん、しっかり。大丈夫だよ、今度は止めるさ。嘘、すごい。頑張れ。もう一息だ。よし、そこから飛ぶんだ。恐竜ってどんなに怖いものかと思ってたら全然おとなしいんだな。でもお腹が空いてたり気持ちが苛立ったりしてるときは危ないんだよ。僕、恐竜の写真撮りたいな。今までで一番楽しかったことは？そうだな、いろいろあったけど。おい、ティラノサウルスの脳波が乱れてきたぞ。え？また暴れるわ。ゴーさん、出発だ。肉食恐竜の写真を撮ってみんなをびっくりさせてやるぞ。ん？一郎くんは？あ？一郎くん、どこ行ったんだろう。一郎くん、どこ行ったの？は？一郎くん！ますます乱れていくわ。あるかと思ったぜ。ごめんなさい、勝手に遠くへ行ったりして。僕はよく注意しなかったから行けなかったんだよ。まあ無事だったからいい。どうだね、ボンフリー隊とはどんなことをする隊か分かったかね、豆記者君。はい、分かりました。私もよく分かりました。皆さんは命がけで恐竜を助けているんですね。そのわけが分かったような気がします。どんな生き物だって死にそうだったら助けなきゃいけないってことが分かりました。うん、その通りだよ。このことを学校新聞に書きます。ありがとう、頼むよ。皆さん、もう大丈夫、もう暴れるようなことはないでしょ。そうか、よかった。さあ、基地へ戻ろう。悲しい瞳
球